is this Radio Thailand World Service. Broadcasting from Bangkok, and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. こんばんは。こちらはラジオ台湾で日本語放送です。まず、お聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。首相は、タイム価格の問題解決を命じました。首相は、新たな手続きの期間に、ソフトバンクを対、暗号食品を呼びかけました。当社は、交通システムへの投資を加速させています。 海外貿易促進局はインドは14の産業分野で投資を進めていることを明らかにしました。それではまず初めのニュースです。首相はパーム価格の問題解決を命じました。トラス首相は長期そして短期でパーム価格の問題を解決するよう指示しています。 2022年年末から2023年初めにかけてパーム油の原料となる油安は大量に生産されたため、パーム油の価格が下落し続けています。また、違法にパーム油がタイに密輸されていることも価格下落の一因となっています。トラス首相によりますと、油安の価格は 1月20日現在、1キロあたり4.8バーツまで下がっており、3年間に解決策を検討するよう指示しました。首相は、油安農家の苦痛を和らげ、農家の幸福にも気を配るよう呼びかけています。解決策は、政府と短期の2つが検討されており、その一つとして、地域の共同組合に協力を要請し、農家から油安を購入できるようにする案を検討されています。 共同組合の購入で、パームの価格は9あたり5バーツに改善されると指摘しています。長期的な解決策では、油安農家のための援助基金設立で、公平なパーム価格の保障が認められるようになるとしています。トラス首相は、農家が抱える問題を認識しており、政府は総合的な問題解決を図り、当局が自己満足に陥らないよう監視しているとのことを言います。 2年間にわたり政府は、油安農家がより多くの収入を得られるよう、新たな市場を開拓し、パーム油の輸出を促進してきました。政府はさらに支援するため、新たな市場の開拓も模索していくとしています。次のニュースです。首相は改めて全ての機関にソフトパワーを使い、観光促進を呼びかけました。 タイのソフトパワーの推進により、祭りやイベントの開催が拡大し、観光客の誘致が進んでいます。プラユット首相は、フェスティバル、フード、サイト、フィルム、ファッションの5つのFを砕いたソフトパワーを使い、さらなる観光促進に努めてほしいと呼びかけました。これを受け、タイ新観光庁は、ソフトパワー活用のレベルを上げ、観光客誘致を進めるとしています。 フード、食では2023年をタイ・バステロノミーの年と宣言し、同時にストリートマーケットでのプロモーションや国際フードフェスティバルなどを開催します。フィルム映像では、名作映画やドラマシリーズのロケ地をたどる映画映像フィルムスピーツアーの観光パッケージを販売します。この市場は2023年2億5000万人まで拡大しており、旅行のトレンドを牽引する市場となっています。
タンクは主にモーターで、2月6日にタチアップ釣山線、ラチャパクビー公園で、世界最大のモーター大会、ワンクルーモーターフェスティバルが開催される予定で、3500人の観客が予想されています。フェスティバルはタイの伝統の強いや文化を外国人にもっと知ってもらうためにタイ観光フェスティバル2023を開催し、地方の伝統的な祭りの底上げを図ります。旧正月春節では、バンコクの中華街ヤワラート通りでは、中国人観光客が帰った後も提灯の飾りを今月1ヶ月にわたり続ける予定です。小原直です。政府は交通システムへの投資を加速させています。現在、全国をカバーする道路交通プロジェクトの開発が進められています。そういう主張によりますと、自動車道、高速道路などの交通網の開発は、旅行者の利便性も向上し、近隣国との参考、物流能力を高めることにつながるもので、政府は重視しています。国の物流能力の強化は、貿易、投資、観光などの経済システムを支えるものです。現在、政府により複数のメガプロジェクトが承認され、投資が加速しています。中央と地方の主要都市を結ぶ都市間高速道路交通網を補充する日清グリンクなど、投資計画が進行中となっています。アヌチン副首相は、各投資プロジェクトが予定通りに一般に公開されるよう計画に沿って進められていると述べています。また、政府の目標に従って、経済成長を促すシステムへの投資を可能にし、現在建設中の N6 高速道路からなる中部地方を結ぶ高速道路プロジェクトも進められています。バンパイン・中中島江路線は、土木工事が 89% まで進められ、現在運行システムが導入されています。2025年に全線開通予定の高速道路、バンライ・カンタナブリー路線は、土木工事の進捗率が 85% となっています。タイ南部への輸送効率を高める、ラマ3世、バオカノン、バオカク、バオカク自動車道の進捗率は 42.25% で、こちらも2025年の開通を目指しています。シャンクラー線とタッタルーン線、ナンパ島を結ぶ橋のプロジェクトは、2023年から2025年にかけて建設され、完成すれば人の移動が便利になるだけではなく、観光にとっても大きな効果が期待されています。また、その他にも、政府は投資準備を進めているプロジェクトがあります。それらが完成すれば、経済、物流、観光で大きな飛躍が期待されています。次のニュースです。海外貿易促進局は、インドが14の産業分野で投資を進めていることを明らかにしました。総務省海外貿易促進局の通信局局長は、インド政府はインド国内で14の産業分野での投資を誘致していることを明らかにしました。インド政府は促進産業、電気製品、工業製品への投資を積極的に進めており、タイの総務省では、インドへの投資の機会を検討するよう呼びかけています。インド政府が支援を進めているインドの新興企業と協力して、ビジネスを行う機会もあると指摘しています。通信と局長は、インドのメンバーにあるタイ・タイガー貿易促進事務所のサトラ所長と投資の機会について話し合ったことを明らかにしました。その中で、インド政府は、インド自立化政策のもと、14の産業分野への投資を促進する政策をとっており、市場拡大を目指し、スタートアップ企業への投資を進めていることが明らかになりました。インドの商工省は最近、産業振興、国内貿易局を見直し、インドの自立政策のもと、2023年に、食品、電気製品、各種工業製品など、14の産業分野への投資を促進するために、各機関と調整を行っています。インドの地方に重点を置き、投資を加速させる方針です。通信社局長は、インド政府のこの政策に基づき、タイの投資家へ、インドへの投資を誘致していきたいとしています。14の産業分野への投資、新興企業との共同投資も
さらに投資家にとってはチャンスで、インド市場への参入の近道と考えられるからです。また過去には多くのタイの大企業がインドに投資しています。加工食品、水産加工、牛乳、飲料用ヨーグルトの包装、ゴム製品、建材装飾品、キッチン、オフィス家具、自動車部品、太陽エネルギーなどのほか、卸売業、物流事業、不動産業、インフラ事業、船舶輸送、物流センターなどの新興企業向けビジネスやサービスです。中心と直送はホテル、健康美容サービス、建設、装飾サービスなど、タイに可能性がある分野はまだ多く残っており、タイから中心を持ち込んでこれらのビジネスで利用してもらうことも可能だとして、投資の幅広い方法も提案していきたいとしています。それでは本日お伝えしましたニュースの項目を繰り返します。首相はパーム油価格の問題解決を命じました。首相は改めて全ての機関にソフトパワーを使い観光促進を呼びかけました。政府は交通システムへの投資を加速させています。海外貿易促進局はインドは14の産業分野で投資を進めていることを明らかにしました。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ご視聴はさようなら。Our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.